スマホを持って歩くのがなんかこう楽しみになってきたのと、まあ、今まで何にも知らずに撮ってたものをいろいろこう教えていただく中でこういうのを意識して撮ってくるとなんかこう見やすい動画になるとかっていうのをまた知って撮っていくとまたあの面白さが増してきた感じが
これからもなんか楽しくスマホの動画を撮れるきっかけになりました。ありがとうございました。娘が動画撮られるのを嫌がってたんですけど、最近なんか撮ってっていうのを言ってきたので、まあ、今までちょっと犬が多かったんですけど、娘の分も今度撮って、なんかこんなの撮れるんだよって見せてあげると多分喜ぶと思うので、娘からあと家族の動画も撮りたいと思います。ありがとうございました。本当に勉強になって、基本が分からなかったので、その撮り方の基本がやっぱり重要だったなと思って、それで作り始めたら面白くなってたので、とにかくしばらくはガンガン作って、でなんかいろいろ試していけたらなと、仕事にはかなり使えると思ったので、仕事で使おうと思ってきたんだけど、仕事の動画と趣味の動画と日本立てにしようかなと思って、ありがとうございました。動画を見ると人柄が、性格が分かるって言ってたじゃないですか。自分で撮っても、なんか編集したり撮ったりしてても、確かに俯瞰で見ようとするんですよ。結局子供の頃から人の輪の外から見たいんですよ。輪の中で全体を見るんじゃなくて、輪の外から見たいんですよ。だから多分そうなってんだろうなと思って、だからそれがじゃない見方ができたらなと、できたらっていうか、そういうのも撮れたら面白いなと思って、ちょっと研究してみようかなと。素晴らしいですね。お疲れ様。